う線で街を歩いてみたいと思います。はい、ね、なんかあの未来パークとかいうところに1枚ぐらいちょっと寄贈した方がいいんじゃないですか。これをニュースきな粉をこれいい、ね、あの絡めて水飴で、そしてお前さん持ってるのって魅力っておいしそう。どんな風にこう紹介していきたいと思いますか。そうですね、まあ、楽しくまず街歩きを楽しんでもらって、かつこの辺のお店美味しく美味しいところがあるので、その楽しんでもらいたいと思います。